ピノッキオ、猫と狐と共に、宿屋で食事、ピノッキオの木製人形、ディズニーのピノッキオ、ピノッキオの冒険は、イタリアの作家、カルロ・コローディの児童文学作品。Storia di un burattinoとして1881から82年、週刊雑誌、Giornale per i bambiniに連載されたものを解題し、1883年に最初の本が出版された。以来、100年以上にわたり、読み継がれている著名な作品である。ある日、大工のチリエージャ親方は、石を持って話をする丸太を見つける。そして、そこにジェッペット、じいさんが現れ、丸太を木の人形にし、ピノッキオと名付ける。ところが、このピノッキオは勉強と努力が嫌いで、すぐに美味しい話に騙される。例えば、話をするコオロギなどの忠告にも耳を貸さず、人形芝居の親方に焼かれそうになったり、狐と猫にそそのかされて、殺されそうになったりする。終盤に、巨大なサメに飲み込まれるが、マグロに助けてもらう。真面目に勉強し、働くようになったピノッキオは、最後に夢に現れた妖精によって人間になる。苦難を乗り越えて、人間の少年へと変化するまでの逸話が書かれている。なお、ピノッキオのオリジナルのストーリーは、政治的風刺を、特に法制度の仕組みに対する風刺を含んでいる。ピノッキオのピノは松である。なお、イタリアでは、ジュゼッペの愛称でもある。かつては綴りを英語式にピノチオと読むことも多かった。現在ではイタリア語式にピノッキオと読むのが一般的である。ピノチオの名前も会社名などに今も使われている。山崎功からイタリア語の指導を受けていた村山和子が1932年1月から11月にかけて雑誌「婦人の友」にてピノッキオの冒険を連載する。これはそれまで日本では英語からの重訳しかなかったものを初めてイタリア語から翻訳したもので、ピノッキオの冒険の題名には役者中が付され、日本では今までピノチオとなっているが、これは誤りである。イタリー語ではピノッキオと発音する。と書かれている。1976年11月4日、名古屋在住の四方八州男がオールカラー版世界の童話を自分の子供に読み聞かせていたところ、作中のビッコの狐、目倉の猫という箇所に気づき、その点を指摘しながら、五体満足で利口な主人公を期待される子供像として描いている反面、他の障害を持つキャラクターを社会の落後者として描いており、差別を拡大助長させる童話であり看過できないと出版社に抗議した。小学館側は、この抗議を検討し、自社から出版していた5種のピノキオ本のうち4種を差別的表現があったと認め回収した。最新版の国際版少年少女世界文学全集については、目倉、ビッコなどの表現はないので回収しない、旨を告発者の司法に禁告した。しかし司法は、障害者差別出版物を許さない。まず、ピノキオを洗う会を立ち上げて、小学館に対し、国際版の回収方法に対する具体策の提示自己批判の文章の提出自社全出版物の点検と報告を要求した。しかし小学館側は国際版の回収には応じられないとして告発者と対立した。次に告発者はマスメディアに向けてアピールを行い社会問題へと発展する。さらに図書館を相手取り、差別図書を読ませるなと啓蒙行動を起こし、当時、日本で出版されていた11社38種のピノキオ本の回収を要求した。12月、図書館問題研究会が検討を行い、図書館の自由をもとにとする反論声明を提出した。強引な告発に対して批判があったが、小学館側の回収についても安易だとの批判があった。この騒動に対し、ピノキオ退治は世界の笑い者と揶揄する声もあった。名古屋市立図書館はこの事件を受けて1979年に職制判断を避け、全職員で検討する、広く市民の意見を聞く、当事者の意見を聞くの3原則を示した。テレビドラマ小説テレビアニメ、映画10社映画漫画音楽ジル・アール・マック・ダグール、P・スタンリー・ヨーダー、汚染劇場、演劇、治療、公衆衛生の交差点。1998、P156 女神信仰と、ピノッキオの冒険英語なら、ヨゼフで、ピノッキオというものが、フィレンツェ周辺のトスカーナ地方に、特有の呼び方である。普通は、ペッペとか、ペッピーノ、ピーノというところをちょっと可愛らしく、あるいは、ピーノのやつめ、と罵倒するときに使う。フィレンツェの人々は、毒舌で知られるという。日本児童文学体系、第26巻、村山和子、平塚武二、岸悦子集ホルプ出版、1978年、P131586622、西村綾のピノチオ展イタリア外務、国際協力賞ちびくろさんぼと、ピノキオ差別と表現、教育の自由、杉尾俊明、棚橋美代子、著青木書店100ページ参照、実例、差別表現、堀田貢特著大村書店2003年7月、ISBN4-756330215、東條文則、図書館の近代史論、図書館は、こうして、大きくなった、P182、リブラボリューム4ナンバー62004、62P29、人権侵害と、資料提供の自由。ありがとうございます。